武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、順天堂大学の英語の勉強について話していきたいと思います。医学部は、別の動画で紹介しておりますので、そちらをご覧ください。で、スポーツ健康科学部、医療看護学部、保健看護学部に関してですが、それぞれ時間はすべて60分で、大門が、基本的に3台が、多いのですが、医療看護学部が2016年が大門4台出題されておりました。で、問題の構成としては、まあ、文法が割と、多め、なスポーツ健康科学部は、読解が多めな医療看護と、保健看護学部という形になっています。で、長文の難易度に関しては、まあ、長いものも出たりはしますが、基本的な難易度自体は日大レベルが、しっかり終わっていれば対応できる程度の難易度、まあ、長さがちょっとってことであれば、まあ、センター試験などの過去問でちょっと慣らしておいてもいいかなぐらいですね。難しい長文をやるというよりは長い長文をやっておく、対策をしていれば十分読み切れるかなと思います。ただ文法の、出題が結構いろんなバリエーションが多くですね、スポーツ健康科学に関しては、まあ、空所補充、まあ、通常の、まあ、ネクステージやヴィンテージ、パワーステージのですね、をやっていれば対応できるものと、まあ、正誤問題、これが結構、量が出ますので、こちらに関してはスーパー講義英文法、正誤問題ですね、あちらに関してをやっておく、まあ、ただあれを全部やるっていうよりは基礎の範囲、標準問題の範囲までやっておけばいいかなと思います。で、医療看護と保健看護に関しては会話文も出るんですが、この会話文に関しては文法問題集の会話やっとけば十分なので、あの長文の会話問題集、まあ、早稲田などの対策で使うものですね、ではなくて、こちらもあのネクステージなどの文法問題集で対応ができる範囲です。で、正序問題、極正序ですね、こちらが、医療看護と保健看護で、出題されるんですが、これに関しては、まあ、あの対策、必要であれば短期で攻める、正序問題ですね、英語正序問題200、こちらを前1冊やっておけば十分対応できるかなと思いますので、ちょっと取れないなっていう場合には、こちらを使用してみてください。ただ注意として、和訳が与えられて極正序するパターンと、長文の中で、この内容、ここの話の流れに筋通るように自分で並べ替えてねという、要はその読解しつつの、正序という形になる問題もあるので、これはちょっと難易度が高いので、まあ、過去問などで、で実際、解きながら練習をしていくと、いいかなと思います。発音アクセント、に関しては、こちらはスポーツ健康科学、で、主に出るのですが、こちらも、まあ、あの文法問題集の中でやっておけば大丈夫で、どうしてもちょっと対策しないと不安だなって場合には、こちらも短期で攻める、発音アクセント、の方をやっておくと、対応ができるかなと思います。いずれも、まあ、基礎的な参考書でしっかり対応できるので、自分が取れないところ、過去問やってみてですね、がどこかなっていうのをもとに、それに合わせた対策をしっかり、してもらえればと思います。以上が英語の勉強となります。